ちょっと君、はい、連れているそれはなんだ。え、あ、これはグラッピーだよ。喋った。喋るんだよ。てか宙に浮いてる。そこいじるの今更なんだよ。なんか柚子の香りもするぞ。それは心当たりがないんだよ。危険だ。今すぐそのヘドロから離れて。誰がヘドロ。おお、名前は。だからグラッピー。名前、瀬戸熊林蔵です。瀬戸熊林蔵。年は41。瀬戸熊結構いってんない。趣味は。ボーリングの球をヤスリで削ってハート型の着物を作ること。何その趣味ってか、なんで趣味を聞いたの。まあ私も同じ趣味だから今日のところは見逃してあげるけど。奇跡。近所から苦情とか出たらすぐ逮捕だからね。いいね。お、ロデオどうした。いや、なんだかグラピーの秘密がバンバン出てきたから。そっか、まあこれでも飲んで落ち着きなよ。うん、ってまだ秘密が。